隠れた才能というのか魔法に意識せずにそれが本能でいろんなことを達成していくっていうねそういう部分に惹かれてるっていうね皆さんこんにちはサラです今日もリクエストいただいたスノ、えーマンの岩本光さんと目黒蓮さんの「 相性を見ていきたいと思いますえー、っと SnowMan はそうですねもうメンバーというか SnowMan のグループとして占ってでメンバーそれぞれを占ったんですよ過去にね。でえー、っともうこの数ヶ月前いつぐらいかな,なんかこうメンバー内のそれぞれの相性っていうのをまあ 何人かね見ててで今日はその岩本光さんと目黒蓮さんの、えー、通称「ニキ目メ,メって言うんですってニキメメコンビちょっと全然 <laughs> 私はちょっと詳しくないですけどそのニキ目メ,メコンビの相性を占ってくださいっていことなんですね。でまあタロットでねどこまで具体的に分かりますかっていうことも言われてたんですけど。 具体的には分かりません <laughs>、まああのタロットの出方によって私がどう感じてどうリーディングするかっていうことなんでまあ相性を占いますって言いながら、まあ、そこまではっきり出なかったりこう感じなかったりうんまあ愛想というよりも今の関係性かなとかね過去からのつながりかなとか、まあ、そんな風にね あのカードの出方によって感じ方が違うので「うん、相性占います」ってね必ず相性がピタッとね見れるかどうかっていうのはまあただ今日ね岩本ひかるさんと目黒蓮さんこれがねあのまあ SnowMan ちょっとね3日ぐらい続きますかね。 でそれぞれの生、あのーまあ、年月日からの星座誕生数とかねそういうのは以前占ってるのがありますので概要欄にリンク貼り付けておきますのでそちらからご覧いただいたらと思います。まあ、基本的には岩本光さんはお牛座で目黒蓮さん水亀座っていうことなんで、まあ、そもそもね性格がちょっと違うかなとは思うんですよ。ただね誕生数は8 なんですよね2人ともだから誕生数8っていうことはもうプロフェッショナルなんであその辺はねあの2人とととも通ずるるころがあるかなとは思います、ねまあ正座的に言うとねまあ大志座の人っていうのはとても堅実で確実に積み上げていくっていうね、まあ、将来の安定を見据えたっていう部分があるんですよね。 で水が座っていうのはまあ真面目だけどそんなねあの常識って何っていうようなねタイプの人に多いので、うん、若干そこがねあの、まあ、常識で語るとちょっとタイプが違うかなっては思うんですね。まあさっきも言ったように誕生数が一緒なので一つのものにこう目標を持って進んでいくっていうところでは。 妥協のないすごく完璧に物事をこなしていくっていうかね将来的にもこう成功を勝ち得る人っていうのがねまあこの2人の相性というかね岩本るさんと目黒蓮さんのまあどういう関係性なのかっていうのを今日はタロットでね見ていきたいと思います。 見ていきます、うん。はい、こういう展開です。はい、えー、岩本光さんと目黒蓮さんの。現状とかね、関係。こういう展開です。まあ、もう、見事にね。正位置ずらっと出てるんですよ。 まあ、ジ者から始まって、神の家、皇帝でね、このカード3枚で、まずまずこの2人の関係性がとてもいいっていうことが感じられるんですよね。で、まあ、私がね、感じるのは、皇帝がね、岩本光さんかなって思うんですよ。現実的に組織力があるっていうかね、まとめていける人っていう気がするんですね。で、このジ者が、 まあ、このカードの中でいうと目黒蓮さんかなって思うんですね。でどちらかっていうとそんなにね人付き合いをする人じゃないんじゃないかなっていう気がするんですよ。でもなぜかこう本能的にねもう目的を達成していけるようなそういう才能というのかこう能力っていうのをもう岩本光さんの方は目黒蓮さんに対して感じてるんじゃないかなって思うんですね。 うん、だからまあ年齢的にね4歳年上なんだけどまあ年上で目黒蓮さんの方が年下なんだけど何かこう自分にない発想とかすごいバイタリティというかそういうものを岩本光さんが目黒蓮さんに対して感じてる部分があるのかなって思いますね。 まあこの「神の家」っていうのもとってもね衝撃的な出来事があってそれがまあプラスに働いてるっていうことになるんですよね。だから岩本照さんから見ると目黒蓮さんっていうのは何かこうとんでもないことを起こすで隠れた才能というのか魔法に意識せずにそれが本能でいろんなことを 達成していくっていうねそういう部分に惹かれてるっていうねそんな気がするんですねまあそうですねこの岩本さんと目黒さんの関係特別なことはないと思うんですよ。まあ、目黒蓮さんがもしかしたら岩本さんからするとちょっと特別に感じるようなねそういう存在なのかなっていう気はしますね。 まあちょっと私はスノーマンのこのグループのメンバーの立ち位置っていうのが全然分かってないので、うんまあ、どういうそれぞれの性質なのかっていうのが本当分かってないんですけどね岩本さんが確かリーダーダですよねだからね、まあ、リーダーとして見守ってる中で目黒蓮さんのことはもう本能で。 こう物事を達成していく人間でとても驚くようなことがいつも起きるようなねそんな相手として見てるんじゃないかなっていう気がしますね。まあねあのーまあ、目黒蓮さんがうんまあなんだろう私は、まあ、星座とか誕生数から見て割とねあのクールというかねそんなに。 人とベタベタするタイプじゃないと思うんだけどまあそれはねあくまでもまあ誕生日から感じるものなんだけどこのタロットを見ててもね割と一人が好きっていうようなねそういう人で本能で物事を達成していくっていうようなねのなんか感じるんですよね。でそれを岩本さんは見て常になんかこう驚くっていうね そういうふうに感じるのでうん年下なんだけど岩本さんからすると一目置く存在がこの目黒さんなんじゃないかなっていうそんな気がしますね。まあこれだけね聖一のカードが出るっていうことはもう関係性はとってもいいと思いますね。はい、ということで今日は岩本光さんと目黒蓮さんの2期目め,めコンビ の相性をタロットで占ってみましたチャンネル登録、グッドボタン、コメントまたリクエストがあればお寄せください